切り返しをやりますが、面を打たせる切り返しです。でこの、要素は、しっかりと面布団を捉えて打つか、それとも面金に当たるかで、これはやっぱり最後こう手の内がですね効いてない内なんですね。で左手がしっかりと、引くことによって、左手を引くことによって面布団を捉える、こういう音が出るような意識で切り返しをします。そして最後呼吸を意識してもらいたいのは、面、ここを息を吸わないで面、ね、息を吸わないで切り返しをすると。はい、じゃあ見本。はい、竹刀が面金に当たるような場面が若干あったので、そういう面金に当たるようなことないように左手の引きをこうしっかりやってくださいね。分かった？はい、よし。構え確認して。構える確認。こちらも構え確認しておけ。はい、じゃあ。大きい切り返し。